なになに、なんと虹色の枝が強く光り出した。どうやらこの近くにオーブがあるようだ。あ、もしかしてあれですか、誰君。これまでのあらすじ。オーブを求め旅を続けるアイナたちは、妖艶なる美女の壁画で逃げ合うプチャラオ村でメルという迷子の少女と出会う。しかしメルの正体は壁画世界を作った魔女メルトアであると判明する。アイナたちがメルトアを倒すと、壁画に囚われていた人々は無事に解放された。プチャラオ村にもウルノーガの魔の手が及んでいたと知ったアイナたち、打倒ウルノーガの決意を新たにした一行は、未知の世界を切り開く魔法の鍵を手に再びオーブ探しの旅に出るのであった。よくぞ戻られたアイナ殿。おお神よ、この者たちに聖なるご加護のあらんことを。ほい、ということで、今回はあれよね、魔法の鍵を使って、まあ、どこかしらに行かんといかんわけ。違う、魔法の鍵を使って行かんといかんわけじゃない。魔法の鍵を使うためにどこかしらに行かんといかんわけやけども、どこって言ったっけ、行く場所。あ、ちょ、待って。てか、あの、味方?仲間はさ、その辺にいらっしゃるの?いらっしゃるのかい?下とかにおるかな?なんかね、一応街におるけん、どこかしらに、おるんじゃなかろうかと思ったんだけど、いないかな?いないな。いないな。ほい、それじゃあ、この人なんかクエストマーク出とる。あ、そっかそっかそっか、提灯のやつか。なるほどね。はいはい。これ前に受けたんやけどさ、セーブするの忘れとったんやけどね。はいはい、オッケーです。ということで、なんだ、仲間にちょっと話聞いとこうか。魔法の鍵を手に入れたことで新たな道も開かれるじゃろう。あゆね、各地を巡ってみようぞ。ネルセンの宿屋の近くにあるバンデルフォンロックガート。あ、そうそう、そこに行かんといかんって前回言ったんやけね。確か。ネルセンの宿屋の近くにバンデルフォンロックガート。おお、いろいろだな。それに、白の入り江から船で遥か北に進んだ地にある北の魔法国家クレイモラン王国。そこは多分行ったことないとこよね。え、行ったことないとこよね。ローが行っただけやろ。わしの記憶が確かならば、そういったところに魔法の鍵で開く扉があったはずじゃ。ということだから、とりあえずあの、何、ルーラを使いまして、ネルセンの宿やバンデルフォン、まあ、ここにとりあえず行けばいいか。とりあえずで、バンデルフォン王国跡。はい、バンデルフォン地方まで飛んできましたよ。飛んできましたよ。ということでさ、馬をちょっと、久々の馬。え、で、なんて、この近くの、な、雨降り出したやん。雨降り出したんですけど。バンデルフォンオークアートはこれね。オッケー、行きまーす。行きます、行きまーす。いいね。キラーパンサーがめっちゃいっぱいおる。キラーパン。お、なになになに?なんと虹色の枝が強く光り出した。どうやらこの近くにオーブがあるようだ。あ、もしかしてあれですか?誰君?おったっけ?かー、やってらんねえな。ここバンデルフォン王国の跡地には伝説のお宝があるって聞いてきたのによ。どこを探しても瓦礫だらけ。お宝どころかネズミ一匹見当たらねえ。よーし、こうなったらグロッタの街でやってるかと仮面舞踏会に参加して優勝商品にもゲットするっけねえな。何あれ、毎日やるよ。ここやろ。ここよね、バンデルフォン王国跡。要は、ここの、魔法の鍵を使って開くところに、オーブがあるということか。なるほどね。そういうことね。待って、跡地どうやって入る?入れてる?入れてない。入れてない。あ、ここ?ここか?じゃない?じゃないっすか?あ、ほらほら、これじゃない?多分。扉は不思議な力で閉ざされている。あ、なに?その場で使えんのこれ。どこ行って?私が持っとった?持ってないな。道具袋。大事なもの?大事なもの。で、魔法の鍵、はい。
と同じ模様がついた扉、これじゃないの？え、違うの？待って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 。あ、もしかしてこれを捨てるしかなかった。あれ？これ開かんの？あ、これ別の鍵ってことかな、もしかして。多分あれをね、鍵、持っとくだけで多分選択肢とか、開きますかみたいな選択肢が出ると思うよね。で、ここじゃないってことか。はぁ？ああ落ちた。落ちた。ちょ、待って。え、どこじゃ？他に鍵で開けそうな場所あります？ウィーイ。毒。毒。え、あれしかないんじゃない？パープルアイ。パープルアイ。で、パープルアイはいいんやけど。ちょ、待って、バシバシなってる。もしかして結構なダメージ受けたかな？え、大丈夫やろ。大丈夫やろ、適当か。え、待って、あの、バンデルフォン王国アートって、なんか引くじゃないか。狭くない？こんなもんやっけ。え、待って、王国アート地狭くない？こんなもん？え、これだけ？待って、近くにあの、オーブの気配がしよるって言ってやん。オーブ、やっぱあの中ってこと？オーブ。え、無理やけん。入れんけん。待って、入れんって。入れんって。待って、瓦礫。そう、瓦礫だらけなんやけど。え、でもこれあっという間に見つけれるやろ。あ、向こう側にもなんか入り口があるんか。ちょ、待って。え、どこだ？あっち。向こう側どこだ？あれ、もしかして、え、どこ？こっち？こっち側多分私入ってない方かな。なんか2箇所あるっぽいね。こっち側入ってないとこかな。ん？同じ？もしかして。あ、これや。多分これや。はい、魔法の鍵を使ってあっという間に開いたわ。あっという間に開いたわ。なんかいろいろあるね。もうレシピブック、王子と姫の秘密を見つけた。王子と姫の秘密、レシピブック？これ日記じゃないに違う？プリンスコートのレシピ、プリンセスローブ。おー、めっちゃいいやん。あ、やっぱ王国やけん？お姫様の。なるほどね。おー、やったー！あ、いいな、パープローブを見つけた。イエーイ。はい。パープローブが手に入るなんて、やったわね、アイナちゃん。無事に残っててよかったわ。さあ、アイナちゃん。この調子で残りのオーブも手に入れちゃいましょう。どこから話しかけてきてんだ、シルビア。はい、そして、精霊石を見つけた。いやー、いいっすね。これはお祈りとかで金系なんすか？おー、なんか怖いな。ね、何かしらありそうな感じしたけど、別に何もないのか。ふんふん。じゃあ、とりあえず見つけましたよーと。見つけましたよーと。え、じゃあもう一箇所なんか、何、どこやった？その、白の入り江から、ちょっとしたところにあるという、クレイなんちゃらかんちゃらに行かんといかんのかな。じゃあその、はい、白の入り江に向かいまして、どこやろそれ。多分今まで行ったことないよね。だってあの、ほら、ルーラ先にもなかったし。はい、白の入り江に到着。綺麗だな。いや、綺麗だなはいいんやけど、いいけど、ここ自体には何にもないんよね。白の入り江からどう行けば、ちょ、待って。白の入り江からどう行けばいいって言った？はい、白の入り江から船で遥か北に進んだ地にある、北の魔法国家クレイモラン王国。北、クレイモラン王国。北。なるほど。じゃあちょっと、そこに向かいます。船に乗って出発するでゲス。ゲス？ガス？はい、遥か北。今この場所から遥か北だから何、どこになるの？あっちの方。あっちの方。あっちの方。とりあえず、まあ、こっちか。こっち側に向かって行くとしまして。あ、なんかめっちゃ雪積もりまくっとんやけど。一応雪積もっとんやけど。これでどこに、船を止めれる？こっちかな？あ、おっと。おっと。はい、この一瞬可愛い子。あれよね、要は、今までのその、何、ストーリーの中には名前出てきてなかった気がするんやけど、一応仲間の会話で出てきたけん、そこに行けばいいってことかな？
多分。はい、じゃあそこに、あ、ここから入ればいいわけね。オッケーオッケー。お、雪降ってきた、雪降ってきた。寒そう。こういうのさ、ゼルダとかやったら、服装を変えんと。お、ここや、クレイモラン城下町。着いたー、あっという間。はい、来たよ、クレイモラン城下町。なんか怪しげな雰囲気が。雪が降っとるけんかな。雪が降っとって視界が悪いけんか。お、お、なんと虹色の枝が強く光り出した。どうやらこの近くにオーブがあるようだ。こういうのちゃんと教えてくれるんやね。どうしたの、難しい顔しちゃって。おや、はるばる海を越えてクレイモラン王国にやってきたのかい。残念だけど無駄足だったね。え、どういう意味かって。なに、言ってみればすぐわかるよ。なに、それが難しい顔の原因。え、なに、あれ開かなくね。え、外出れんってこと、あの人ら大丈夫。さあ着いたぞ。ここが美しき雪の都、クレイモラン王国。この国にはブルーオーブがあったはずじゃ。うー、寒い寒い。雪の都とかどうでもいいから早く中に入りましょう。さ、半袖やけど大丈夫な。死ぬよね。あー、ちょっとあの、マルティナとかやばくない。あら、何か変ね。コートって入れんやろ、それ。でも、コートで入れんってことは中の人らも出てこれんってことやもんね。いや、これ氷じゃない。みんな見て、縄文が凍ってるわ。どうするん、これ。ほら、メラ。メラとか。まあ、ほんとですよね、お姉様。なんででしょう。やっぱりこの寒さで凍っちゃったんですかね。もうせいにゃ。いくら寒いからって、縄文がこんな風に凍るわけないじゃない。町の人はどうやって生活してんのよ。え、てかさ、町の中のものだけで生活とかできるん？なんか、ねえ、漁に出かけるとかさ、ないもんなん。その山への漁だとか海への漁だとかあるけどさ。確かに凍っておる。おかしいの。以前訪れた時はこんなことはなかったんじゃが。どうすんね、おじいちゃん。オーブはクレイモラーにあるんでしょ。これじゃ中に入れないじゃない。どうやら正門からは入れんようじゃな。他に入り口がないか探してみるとしよう。あ、秘密の抜け穴みたいなのがあったりするんかな、やっぱ。村じゃないね。町の人しか知らん、みたいな感じの。お、こいつもいるじゃねえか。動くんやね。お、消えた。どうも。俺はこう見えて郵便配達人なんだ。クレイモラーに手紙を届けに来たんだが、そこの縄文が凍って入れなくてな。そういえば、城壁を西側に回り込むと、裏門があるって聞いたことがあるな。東側は何もなかったし、そっちを探してみるか。東側は何もなかったん。とりあえず行ってみるわ、私。とりあえず。クレイモラン地方。まあ、とりあえず、このソリは乗れないの？乗れないのか。乗れないのかよ。なんかとりあえずね、何もないって言われても宝箱とかはあるかもしれない。かわいい、超かわいいんやけど。いいな、買いたい。めっちゃ買いたいんやけど、超かわいくない？やばいね。いいね、いいね。ちょっとテンション上がるわ。シケスビア雪原、ミルレアンの森方面、シケスビア、シケス、え？私さっきシケスビアってちゃんと読めたかな。シケスビア雪原、ゼーランダさん、ゼーランダ山方面。言いにくい。言いにくい。ん？なんかここの木だけなんか雪積もってないけど。何この木？揺らしてみた。いろいろ落ちてきたよ。万年雪、輝きの樹液、氷の樹木。これは凍らないのか。すごいね。なんかめっちゃ目立つね。行くぜ行くぜー。かわいい。なんかマスコットとして連れて行きたいね。連れて行きたいね。なんかあれ看板立っとる？ちょっと見る。あー、かわいいよ。あ、ごめんね。ごめんね。蹴っ飛ばした。看板じゃなかったし。看板じゃなかったし。まあ、とりあえず、なんか、果てしなく続きそうな感じがするけん、西側の方行こうかな。思ったよりも続きそうな感じがするけん、ちょ、君ら危ないよ。避けていく。そっかそっかそっか、馬で行ったら自分より弱いようなモンスターちょっと蹴飛ばしてしまうのか。辛い。あ、あれは着ぐるみじゃないのね。これもなんか、普通にさっきまで出てきよったような。着ぐるみのおじさんかと思ったよ。ちゃんとクマだった。ちゃんとクマだったわ。あれどこだった？こっちか。あれどこ？
来週はどこに来た？え、こっちで合ってる？待って、私多分ソリがあるような場所から出てきたんやと思ったんやけど。待って、迷子になったんですけど。あ、こっちじゃないわ。こっちの方やわ。なんだ、どこに来てんだ、私。はい、こっち、こっち、こっち。こっち、こっち。はい、ここで、ここから来たんやね。オッケー、オッケー。戻ります。戻って、じゃあ西側行こう、西側。ほい、ということで、じゃあちょっと一旦この辺で終わりにしておこうと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。